今ですね、私一連の流れを伺っていて違和感を感じた正体が分かりました。寝取るやつのことに対してフェアに何かする必要ないです。市長の考えもそういう考えということで、議会に対して市長が正々堂々と姑息な人と言っておくださいね。参加者の方、ご意見ございませんか。はい、どうぞ。いや、別に何の意見もないんですかね。市長に対しては、すいません。私、まあ、60何年これ生きてきて、もう、あった方の情勢について、これほど関心を持ったことはないんですが、やっぱり今の市長の考えは、まあ、我々、年としても理解せないというところがあると思うんですよ。ですから、本当、今のような状態がなかったら、我々市民は、今のような理解の状態というものを知ることができなかったと思うんですよ。これは、別にどうこういうことはないと思うんで、私と個人としては、市長に大いに賛成するということを言いたいだけです。私はですね、多くの方がおっしゃってますけれど、日本人というのは、義理人情といった形でですね、昔からこう義を大切にするという考え方がございました。それで義というのはですね、行動規範として打算や損得のない人として正しい道のことであって、ね、日本においては武士道という形でですね、要するに、勝ってあったし、ニトベイナゾウという人が武士道精神といった形の中で、その日本人のですね、一つの行動原理の一つが義であると。それでこの義をですね、根本的に進めたら、どちらが損じゃ得だという打算的なことではなくて、本当に正しいあり方は何なのかといったことで、それでアメリカでもフェアプレーというのは、フェアプレー精神というのは、勝つだ、いかなる手段を持ってしてでも勝つのがいいのかといったことに対してね、ノーだと。勝つ負けをするんでもそこにはルールがあるんだということなんですね。そういった面で、このフェアプレー精神というのはあったということなんで、そういった面で今ね、話をしてるんで、そういう件もあったということでね、話します。じゃあ、この件はこのたにして、次、もし市長、これに対して、あったら大丈夫。今ですね、私、一連の流れを伺っていて、違和感を感じた正体が分かりました。フェアプレーの場じゃないんですよ、あれは。一般質問されて答える、ここはフェアプレーかもしれないですね。でも、寝取るやつのことに対して、フェアに何かする必要ないです。それは、それこそさっきのコンプライアンス、あるべきものを追求する、正す。間違ってますよ。それなので、そこにフェアというのは何のためにいるのかなというと、その必要はないんじゃないかなというのが私の今の整理になっています。はい。市長の考えもそういう考えということで、私はなぜ最初にこういう質問をしたかというと、コンプライアンスというのは法律を守るというのももちろんありますが、社会の慣習、伝統、文化、これも社会規範の一つになっているという定義があるんですね。それでこの社会規範の中身は道徳というもので、それは先ほど言いましたですね、伝統文化の中で培われた重要なものを道徳としてあげたんです。ですから日本人の中にはそういう行動の価値観がある、正々堂々とか。ですから議会に対して市長が正々堂々と姑息な人と言っておくださいね。いきなりツイッターに上げるんじゃなくてね、正々堂々と主張されたのが日本人の美学の中に、心の中にね、多分あったから、この前の10月の テレビ広島県のテレビですね、テレビ放送した時に、賛成派と反対派の意見を聞いておりました。それで、反対派はですね、なんでいきなりツイッターなんかいうのが、テレビのね、報道画面で出ました。ですから報道機関というのは
あくまで中立性が保たれておりますので、市民の中にはそういうようなね、フェアプレーでないんじゃないかということをね、感じた人がおったから、ああいう発言があったわけです。ね、だからこれはまあ、平行になるかどうか分かりませんですけど、まあ、そういった面で、コンプライアンスの方にも関わってくるということで、このフェアプレーの話は、出しになった次第です。はい。はい、どうぞ。時間が経てば経つほどね、私はやりやすくなると思います。はい、私は思うのに、本体のこの件は議会の上での議長さんの職務怠慢だと思いますよ。だってあれだけの信任を得られた議員さん、その中での議長さん。で、秋坂田市民から、これだけの信任を得られた市長さん、また執行部の人、これの目の前でですよ、寝取られたんじゃないと、後から聞きました。なんか具合が悪いとか、ああいうと、結果的にですね、聞きました。じゃあなぜ、議長さんが全部見えるんです、目の前に。私の同居人の人が。その中に、友の議員が、そんなふうしとったら、ちょっとおかしいから、市長ちょっと待ってくれと。だってその議会を運営するのは議長の職務じゃないですか。それでそのうちに、じゃあどういったような、例えば16、15人で、後々のことを調べてみて、あれは、寝とったんじゃないと、病気だったんだというようなことはどういったような方法で市長さんの方に伝わったんでしょう。その後にツイッターを運管理のお言葉が出たんなら今の話でもいいと思いますよ。このツイッターを運管理のことについては今市長さんを責めたらね、これいけないと思いますよ。まずは改めればいいんですよ。すいません、私は責めるとかいうことじゃなくて、市長はですね、健全なその議論をしないと、個人も組織も、ね、発展しないと、健全な批判の上に、どうでしょうか、組織も個人も成長するんだということで、あえてですね、批判はね、これ受けるべきだということですからね、そういう市長に対して失礼だ、どうのこういうことで、我々が忖度しちゃうと、今回のクロストークの本来の意味がないんです。ですから私は最初に市長の方には、ね、あえて私は反対意見の方でね、話をさせてもらいますという形で事前に言っておるし、まあそういうことでまあ理解してください。わかりました。わかりました。はい。どうもおめでとうございました。じゃあ次にです。はい。